ようございます。というわけで僕は今どこにいるかと言いますと、ここは栃木県の下今市駅でございます。改札の中なんですけどね、こういう電車台とか列車が止まっているのを見ることができます。今日はね、これからこの目の前に止まっている青い列車、これは SL 大樹と言います。こちらに乗って鬼怒川温泉の方まで向かいたいと思っております。こんな通路を通ってね、ホームに行けるんです。乗車はこんな感じで、4番さんは15時1分発、リニューアル単車7号9号ご乗車ございますのでご注意ください。乗車ありがとうございます。まあ昔のやつなんでね、結構狭いっすけど、一応スーツケースは入ります。一応リクライニングもあるみたいです。SL 展示館にいる方が手を振ってくれてます。出発です。ここから鬼怒川温泉まではだいたい35分ぐらいですかね。いろんな方が手を振ってくれてます。空調も結構効いてるんでね、涼しくていいですよ。外にいたい方はさっきの展望デッキで風を感じるのもいいでしょう。車内グッズ、車内販売もいろいろやってるみたいですけど、資産無礼の見せどころでございます。速度が一気に遅くなります。なんかね、記念乗車証とかね、 SL、DL についての Q&A とかのペンダントの通信とかで、今七夕祭りをやってるってことで、短冊いろいろいただきました。紹介していただけるんで、ちょっとひょろひょろ動かないといけないんですね。右側ご覧くださいの後は左側ご覧くださいみたいな感じでね、まあ、意外と空席多いんで動けるんですけれども、もうすぐ東武ワールドスクエア駅に到着です。ワールドスクエアは世界遺産25分の1みたいなミニチュアサイズで再現したものらしいですね。まあ、関西にもね、淡路島にオノコロってのがあって、そこでも同じ感じのね、あの世界遺産をちっちゃくしたそういうパークがあるんですけれども、 T
ていうかこの駅こんなに狭いんやな、テーマパークの駅やからもうちょいでかいんかと思ってたら、山は綺麗ですけどこんなに高い山ばっかりだとは思ってなかったですね。けれども意外と人がいないな。今日なんか花火もあるらしいですけど、もうみんなホテルにいるんかな。 SL 退場しがすごいな。どこもかしこも SL です。鬼怒川をね見に行きたいですね。多分ちょっと歩けば行けるんで、ちょっと橋の上からぐらいでもね見に行こうと思います。あれか、日光もそうでしたけどみんな車で来てるんか。それでそんなに歩いてる人がいないんですね、電車とかも。というわけで歩いて5分10分ぐらいですかね、橋までやってきまして、こっから鬼怒川が見えます。おー、あ、結構高いとこ橋があるんやな。この辺は全部温泉旅館ですよ、まあ、どれだけ今やってんのか知らないですけどね。温泉街からちょっと距離があるとはいえね、この人ですから、まあのどかで落ち着いてていいですけど、もうちょい時間あるんで足湯に浸かりたいんですけどね、ちょっと人多いな。入れるかな、ちょっと場所見つけたいと思います。足湯気持ちよかったですね。癖のない泉質というか気持ちよかったっていう感じです。スッと入れました。まあこの動画はじゃあこの辺で終わろうかなと思います。この先は僕はねまた違う特急電車に乗って移動していきますんで、また次回の動画もお楽しみにしていただければと思います。スペーシアが止まってますけど、やっぱかっこいいな。じゃあありがとうございました。